これから登場する大穴堂は漢民族の伝統思想を継承している不動です。漢を祭り、人と愛わし、規範を守るという3つの意味を持つ三無の道を生活の中で学びます。それは交易という南国以後の漢民族の精神につながっています。